こんにちは、小太郎です。今日はですね、東洋医学的な病気の原因と発生との関係っていうやつについてですね、ちょっと深めてみようかなというふうに思います。まあ、関連付けですね。で、これきっかけはですね、この宇津美聡さんっていう、お医者さんがいるんですよね。うん、まあなんか世界で一番嫌われてる医者ですとか言って言ってる方で、すげえ毒、なんか毒吐、表面上はすげえ毒吐きまくってるんですけど、うん、なんだけど、まあ、私的にはすげえ超真っ当じゃねみたいな感じで思っていて、ですごく発信とかも参考にさせていただいてるんですけれども、うん、でその人が、こうなんか提唱しているというか、うん、なんかベースになってるのがやっぱ東洋医学なんですよね。で東洋医学っていうのは西洋医学ってなんか実との違いっていうのは、西洋医学は基本的にこうなんか病気があってそれに対応していく、それをこうなんかあのなんていうのかな、どうやれば治るかみたいな方向で考えていくのに対して、東洋医学っていうのはどっちかというとこう直接的に治すっていうよりは、そもそもなんでそうなったんだっけみたいなところですね。なんでそうなってしまったのかっていう部分を、深めていって、でそっちの大元の方を、改善していく、まあ、みたいな、ね、こうアプローチなんですよね。うん、で、まあ、両方あったらいいんじゃないのとは思うんですけれども、東洋医学的 な, こうなんか考え方というか、そういうものが、まあ、かなり少ないんですよね。うん、でそういうのが分かってくると、あのそもそも病気にならなくなってくるっていうね、のを、まあ、私自身も体感してるわけですね。私自身もともとすごい勢いで病気のデパートかみたいな感じだったんですよね。うん、でいろいろこう全体として考えてなってるなって思うのは、このなりたくてなってる、その病気にはなってしまったとか、なんか病気になってなっちゃったとかね、なんかこう病気をなんかこう外からなんか勝手にやってくるものみたいな、なんかもらい事故みたいな、なんかそんなような感覚があるかもしれないんですけども、実際のところはなんかなりたくてなってんだなっていうところが結構ポイントになってるんですよね。うん、っていう感じです。まあ、なりたくてなってるってどういうことだよみたいな、ね、話なんですが、でそれが、まあ、ちょっとこう、うんと、まあ、こういう記事が上がっていたので、それをちょっと参考にしたいんですけれども、まずですね、肝臓系の病気、肝臓と実は肝臓とか肝臓っていうの と,、まあ、肝臓とか、まあ、そのいわゆる臓器ですね、こういうのは関連性があるんですよ。肝臓がんとか肝臓病になるのは怒ってるからですよ、怒ってばっかりいるからですよ、それか怒りがたまるような食事をしてる、肝臓に負担をかけてるからですよっていうようなことを書いてある。それから胃がんとか、まあ、胃の不調だったりとかっていうのは、胃は消化するところだから消化できてませんよ、うん、でこれは食い物だけの話ではない、要は自分の感情だったりとか、まあ、いろいろやらなきゃいけないことだったりとかを、なんかいっぱい食べる、要はいっぱいいっぱいこうなんかの人間関係とか、そういうこの人間関係のもつれだったりとか、自分のなんかこう思ってること感じてることっていうのをいっぱいあるんだけど、ずっとたくさん取るばっかで消化してない、っていうのが、胃の不調に出てますよっていうね。でもこれ分かりますよね、なんかね、心配事があると胃がキリキリしてくるみたいな話よくあるじゃないですか。それです、うん、そういう感じ。これめちゃくちゃ関係あるんですよ本当に。で大腸は排泄できてないからですよっていう話ですね。でつまり排泄っていうのは、まあ、うんこ出せませんみたいな話なんですけども、まあ、これはだから、食い物だったりとか、そういうこうなんか体の中に溜まるものっていうだけ、物理的に溜まるものではなくて、感情とか、いろんな意味のものですね、罪悪感とか悲しみとか、なんかそういうものとかも含めて排泄できていない、出せていない、っていうのが大腸に出るよねって感じですね。乳がんだったらとか卵巣がんとか、なんかそういうこう女性特有のやつ、よくあるのが女性を否定している、私は、まあ、女として生きてはいけないとかね、うん、男性のようにならなければいけないみたいなね、女性性を捨てて頑張らないといけないみたいな感じで、女性であることを否定するのが強くなると、まあ、こういうのになりますよ、なってる人が多いですよっていうのを発信してるんですね。うん、で、まあ、逆にこうまあ、男性特有のこうなんかがんだったりとか、そういうこうなんか前立腺とかなんかそういうやつだと、いわゆる男性性の否定、まあ、男性性っていうのは要は、まあ、実行する力だったりとか、現実を動かしていく力、まあ、要は決定するとかね、決断するとか、なんかそういうやつですね。
だから女性性っていうのは、まあ、逆にこう包み込んでいく、つなげていくみたいなね、受け入れるみたいな感じのそっちの、ことを女性性って言ってます。まあ、だから女性って言ってもなんていうのかな、まあ、別に女性性っていうのは男性も持ってます、男性性は女性も持ってます。うん、まあ、だから、まあ、こういう精巣癌とか、まあ、そういうね、こう男性のものになる場合、不調が出る場合っていうのは男性性を否定してますよと、男性であることを否定してますよと、まあ、いうのがなりやすいよねって感じですね。で、肺、肺は呼吸するところ、息を吐くところ、つまり外界の情報を取り入れて、自分の中の情報と混ぜて、でもって自分の中の情報を吐き出す、うん、そういう循環ですね。そういうのをやってるところなのですよ。うん、でそれが呼吸できてないよね、ねって話なんですね。呼吸ができてない。うん、つまり、これはだからどういうふうに考えるかっていうと、まあ、なんかこう息を潜めている、息をしないようにしている、社会で目立たないようにしているとか、なんかそういう感じなんですね。目立たないようにして、なんていうのかな、こうひっそりと生きてますみたいな、うん、目立ちたくないとか、なんかそういうのが結構ここに出てくるよねって感じですね。うん、であと心臓ですね。心臓っていうのはずっと動いてる、ずっと動いてます。血流を送っている、うん、まあ、一番大事なところですよね。うん、で、まあ、こういうのはだから快楽ばかりをなんか追求している人だったりとか、ずっと緊張しているとかね、ずっと動き続けてるん で心臓にもなんか病気が出てくるっていうのはもうかなりいろんなところの集大成として出てくるところだというふうに言ってます。であと嫉妬のしすぎだったりとか、そういうものでも出てくるよねっていうふうなことを言ってますね。あとは腎臓、腎臓っていうのは排泄するところなんですね。まあ、要は腎臓病とかになると、なんか何でしたっけ、なんか、透析とかやりますよね。であれは要は自分の血の中にいろんな老廃物が溜まって、でもってそいつをまあ、ずっとあるとなんかむくんだりとか黄疸が出たりとかするので、まあ、よくないよねって感じで、うん、まあ、ろ過する、きれいにするわけですよね。だからそういうのができない、まあ、要は排泄がうまくできてないですよねって話なんですね。うん、でこういうのがどういうふうに関係するかっていうと、まあ、要は排泄ができてないという意味ではこいつと似てるんですが、恐れとかね、苦悩だったりとか、うん、なんか血の流れが悪くなる、まあ、要はこう自分の感情の流れが悪くなるみたいな感じで動けなくなっている、うん、何かこうなんかすごいこうトラウマだったりとか、そういうものを抱えていると、でずっと怖がっている、うん、みたいなことをすると、こう流れが悪くなってきて、で自分が思っていることとか感じていることとかっていうのを出せなくなってくるんで、まあ怖いよねって感じですね。うん、そういうのが腎臓に来るよね。だ腎臓とは恐れっていうのがすごい関係してますよねって感じですね。であとはアレルギーも排泄にも関係してます。アレルギーっていうのはなんかブツブツ出てきたりとかするんですけど、あれは出てくるだけマシなんですよね。免疫系がこうなんか死んでると、もう叩きのめされてですね、もう死んでる状態だとアレルギーすら出ないんですよね。でちょっと良くなってくると逆にアレルギーっぽい症状がすごい出るようになることがあります。うん、だからアレルギーが出るっていうのはまだ出ないよりはマシって感じですね。で出て、まあ、状態が悪いっていうのは、まあ、要は排泄の弱さなんですね。やっぱ排泄できない、自分の本当だったら、まあ、なんか汗とかうんことかなんかそういうのでこう出しちゃえばいいのに出せないから、皮膚とかそういうところから出そうとするっていうのがアレルギーなんですよね。うん、まあ、表面的に見えるところもあるし、その内側の粘膜がこうなんか荒れる時もありますよね。うん、だこういうのがあるんですね。でこういうのが化学物質をこうなんか取りたくない、怖いとか、なんかそういうふうにずっと避けてるみたいなね、うん、なんかこういうのは悪いもんだとか言って、化学物質だけではなくてなんかこう悪いものを避けるとかね、かそういうのも恐れ、となってアレルギーが加速します。うん、であとはなんかこう罪悪感とか、自分はここにいてはいけないみたいなね、うん、とか自分はこうなんかこう、うん、なんすかね、こうなんか罪を背負っているみたいなね、うん、そういうこう感覚、ここにいてはいけないとか、自分はここにいるのは悪いことだとか、こういうのを自分はやってはいけないとか、なんかそういう罪悪感みたいなやつを抱えている人とかは我慢してるんで、でも我慢してるのを出したいですよね、やっぱね、自分の中の感情とかそういうもの、だからアレルギーとして出てくる、うん、だから
罪悪感抱えてる人が別にこうなんかアレルギーが出てきて、で、あ、これ抱えなくていいんだ、そっかと思って、心理だったりとか、まあなんかそういろんななんかやり方ありますけれども、そういうなんかアプローチをかけて、で、あ、これってあなくてもいいんだっていうふうに解放されると急にコロッと治ったりとかすることあるんですよね。ええー、みたいな、うん、一晩で急に治るとかね、そういうのはあるんですよ、うん、結構すごいですよ。あとは関節関係、関節病、関節系のなんか痛みだったりとかっていうのは、要は動きたくないんですよね。関節が硬くなったりとか関節が炎症になって、痛い、だから動きたくないっていうのは物理的に動きたくないっていうのもあるし、感情的にも自分を生きるだったりとか、まあ、そういうものをこうなんかなんていうのかな、動き出したくないとか、だからやる気たくないやりたくないみたいなね、ですね、うん、そういう時にこうなんか結構ありますね。だから学校に行きたくないみたいな時とかに、なんか朝体調がすごく悪くて、うわ体重い、いやしんどい、やばい、痛いみたいな感じになったのに、あ、じゃあもう今日は休んでいいよみたいな話になったら、コロッとなんか良くなってみたいな、ね、あるじゃないですかそういうのが結構出るんですよ、怖みたいな、うん、だから手に関節が出る場合はなんか手だから持ちたくないっていう人がありますね。だからこれは持ちたくないっていうのは荷物を持ちたくないみたいな話になってくるので、自分が本当は持たなきゃいけないもの、うん、本当はやらなきゃいけないこと、うん、だったりとかをやりたくないみたいなことだったりとかっていうのも関係してますね。まあ、腰はもっとすごくて、もう立ち上がりたくないなので、もう一歩も動きたくないですみたいなね、うん、でやり本当はこうなんか動き出さなきゃいけないんだけども、怖いし、うん、やりたくないし、動きたくないみたいな感じになると腰が痛くなったりとかします、うん、ですね。で、あとはなんか鼻炎とか、これも鼻炎、私めちゃくちゃ昔あったんですけど、うん、鼻炎はだから吸いたくない、鼻水が溜まってるってことは鼻水を出すわけですよね、うん、それからなんか、鼻が詰まってることによって息を吸えないですよね、息が吸えない、だから吸いたくないですよ、それから自分の中のものを出したい、っていうのがこの2つの意味なんですね。だから自分の中のこうなんかいろんな思いだったりとかっていうのを出したい、うん、っていうのがありますね、うん、だからアレルギーとかも関係してます。アレルギー性鼻炎とか言って、もうあれまさにそれを診断されましたが、昔アレルギーのやつ鼻炎なんで、あと大腸とかなんかそういうのも関係してますよね、うん、排泄なんでこれ要は、うん、っていうのと、あとは、吸いたくない、だから要は自分外からの影響を受けたくない、何も言われたくないみたいなね、うん、もうそういうの聞きたくないみたいな感じだったりとか、そういうのをこうなんか拒否してる場合、っていうのは、鼻炎になりがちですね、うん、で要はこう体裁を、気にしたりとか常識に縛られたりとかする人っていうのは、まあ、結構鼻炎になるよねって感じですね。もうよく やってた、はい、で、あと難聴、耳が聞こえませんみたいな人、急に聞こえなくなりましたみたいな人とかは、まあ、聞きたくないですよ、うん、聞きたくない、音自体で聞きたくないっていうのもあるかもしれないですけども、なんかその人の声を聞きたくないとか、なんか痛いこと言ってくる人がいて、そのこうなんかこう本当はあー聞こえませんみたいな感じで聞きたくない、うん、そのアドバイスとかそういうのも聞きたくない、なんか言われるのは嫌めみたいな感じでなってると難聴になったりとかします、うん、こういうのね本当あるんですよ。めちゃくちゃわかりますよこれ。だからなんだっけな、親がすげえ怒ってる人とかで、なんかそのとなんかね、大人になってから、大人になってというか聴覚検査をやっても全然聞こえるのに、なんかその人の違うな、聴覚検査をやったらある特定の周波数域、周波数帯域だけ聞こえないみたいなね人がいて、で、なんだろうなみたいな感じで調べてったら、その周波数帯域で親がね怒ってる時の周波数帯域だったっていう話ですそれ聞きたくないですよ。だからなんかそこの周波数帯域だけ脳がね、周波数をカットしちゃってね、うん、よくカクテルパーティー効果とか聞いたことないですか、ざわざわしているところとかで、なんだろうな、こうなんか本当はざわざわしてるはずなのに、目の前の人の声はちゃんと聞こえますよね、でざわざわが聞こえなくなって、その目の前の人と普通に会話できるよねみたいなやつのことをカクテルパーティー効果って言うんですけど、
あれもそうですよね。特定の周波数域を脳が勝手に処理してカットしてるんですよ。だからあのマイクとかで普通に録音するとむちゃくちゃうるさいんですよね。で全然聞こえないですよ。なんだけど耳だとあの脳が勝手に処理してね、あの選択性のノイズキャンセルをしてくれてですね、ほんでもって目の前の人の声だけクローズアップして聞こえるっていう技を普通にやってるじゃないですか。だからこういうのの、まあなんか変化版というか感じですね、難聴っていうのはね。だから聞きたくないですよ、まあ、みたいなね、のがあるよねって、そういう診断をするのは結構東洋医学的な考え方なんですね。でこれがね、発声とむちゃくちゃ関係してるんですよ。これめっちゃ関係してるんですよ。例えばなんですけども、まあこれすげえざっくり書いてるんで、まあ、あの人によってちょっとこう出方違ったりとかはするんですが、例えば地声を出したくない、だから地声が出ませんって言ってる人は主張したくないですよ。地声っていうのはこんな地声でガーッとこうでかい声出したりとか、なんかこう声がしっかり鳴ってるっていうのは芯があるじゃないですか。声が硬い、硬いってことは存在感があるってことなので、あの主張したくないですよね。主張しちゃうんで、うん、だから地声が強い人とかっていうのはなんかうるさいなみたいな感じもあるので、まあ、目立ちたくないみたいな気持ちもありますね、うん、だからこういう人とかは地声が鳴らないんですよ、うん、こういうふうに思ってる人とかは、うん、であとは逆に裏声が出ない。裏声っていうのは声帯をミョーンって伸ばしてこうなんか発声するんですけども、声帯をねこう伸ばして美してってことは柔軟性がないと、裏声っていうのは出ないんですよ。でだから緊張しいの人とか緊張しすぎな人とか、あのもうそもそも固まっちゃってるみたいな、うん、気持ちがね、気持ちが固くなっちゃってる、うん、みたいな、こうあとは常識に縛られてるとか、なんかそういう人とかは裏声が出なかったりとかします。でも子供とかすごいですよ。あのそういうの少ないんで、もう子供のとかが遊んでるとね、もうどこまでも高いあの裏声とかね、すげえ出すんですよね。うちの子供とかもなんだその音みたいな感じでやったら、なんか私が出せる最高一番高い、裏声のね高い音って、なんだ、トーン記号の一番上の音ってファじゃないですか。その一番上のファの上のだから線が2個出たところのドの音とかが最高音なんですけど、出せるね、まあ、女性でも高い音ですね、それね。それのオクターブ上とか出すんですよ。っていうかね、もっと出してたな、その上のソぐらいまで出してましたね1オクターブ半ぐらい出してた、どういうことみたいな感じなんですけど、うん、まあみたいな感じですげえ柔軟性あるんですよね。なんじゃそりゃみたいな、うん、まあみたいな感じでそういうのが結構あったりとかします。あと声量がない、これもだから地声と関係してるんですけど、目立ちたくない、声量がないってことはなんかこうひっそりしてるんで、なんだろうな、で声でかかったら目立っちゃうし、で、いることがバレちゃうんで、まあ、目立ちたくないですよ。であとはなんか自分で立ちたくない、うん、自立したくない、まあ、みたいなのも傾向もありますね、うん、声量がある人ってねやっぱね元気なんで、うん、なんか私元気じゃないですとか、なんかこう、怖くないですよみたいな感じだったりとかもしますね、うん、そういうふうにこうなんか言ってる感じだったりとか、うん、まあ、とにかく目立ちたくないとか、自分自身をこうなんかこうしっかりと持ちたくないみたいなやつの時は地声がなんなかったりとか声量がなかったりとかします。あとなんかボソボソ声で喋ってる人、なんかボソボソってありがとうございますみたいな感じでなんか喋ってる人とかは結構いるんですけども、こういう人はだから怖がられたくないっていう人もいますね。これはだからもともとは結構地声もでかくて、すごいハキハキして、うん、なんかすげえ力も強くてみたいな人なんだけれども、ボソボソ喋ってる人っていうのはなんか怖がられたくない、怖がらせてしまったっていうねトラウマが抱えてたりとか、そういう人が結構います、であとは、まあ、本当にボソボソしてる人とかはもうなんか生命力がちょっとこう出したくない、まあ、こっちに近いですね、目立ちたくない、うん、みたいなやつだったりとか、決断したくない、うん、決めたくない、うん、なんかこう曖昧にしときたいみたいなね、うん、っていうのも結構あったりとかします。あとは声が逆にでかすぎる人っていうのはもうちょっと若干逆にですね、でかすぎるってことは相手の声とかをこう塗りつぶすわけですよね。だからなんかあのなんていうかな、でかすぎるってことはこうちょっとこうやられたくない、攻撃される前にしちゃえみたいな感じだったりとかするんで、要は怖いんですよね。怖がりな人が声がでかすぎる人が結構います、うん、であとは音程が悪い、音程が悪いっていうのは耳なので、で、なんていうのかな、
よく聞けると音のことをこうよく聞けるようになれば音程ってすぐ良くなるんですよ、うん、なんだけども要は聞きたくないんですよね。自分の声聞きたくないとか周りの声、音程が合ってる人っていうのはなんか正しい音程が出せるっていうふうに思ってる人が結構多いんですけども、うん、実際そういうこうなんか特殊能力はとりあえず置いといて、ほとんどの人はいろんな音を聞きながらそのバランスを取ったりとか、その違う音とのこうなんか、なんか距離感だったりとかっていうのを測って、で、調整してるんですよ常に。だからそういう音も聞きたくない、なので自分の声も聞きたくない、周りの音も聞きたくない、っていう感じなので、まあ、独りよがりだったりとかしますね、うん、そういう人がこうなんか音程が悪かったりとかします。すげえこれ身に覚えがある、これすげえありますね昔ね、うん、昔音程が悪くてすげえなんかあの悩んでましたけどね。だからこれありましたね。あーはーみたいな。であとリズム感が悪い、リズムが悪いって言ってる人とかはあの2パターンあるんですけども、遅れちゃう人、うん、とあとなんか突っ走っちゃう人、まあ、みたいな人がいますね、うん、でこれはだから、人の目を気にしすぎてる場合はなんか合わせようとすると合わないんですよ。なんかこれ合わせようみたいな感じだったりとかにしすぎると合わないですね逆にね。で逆に気にしなすぎですよみたいなね、周り全く見てないみたいな感じでもうそれはそれで合わないですよね、うん、まあ、みたいな感じで、あの、まあ、要はバランスなんですけれども、どっちかに偏ったり、あの合わせようとしすぎたりとか気にしなすぎるとリズムが合いません、うん、まあ、これ全部関連してるんですけどね。であとはなんか高音が出ないみたいな人とか、高音っていうのはもうとにかく、まあ、全部関係してるんですけども、高音を出す時っていうのは、まず呼気量、息の量が強い、強くすると高音出るようになります。それから、地声をちゃんとピッと張ったりとかすると張りのある高音が出るようになります。それから声帯をギューンとこう伸ばしたりとかする柔軟性、まあ、要は裏声ですね、こういうのがこ うまく柔軟性が高まると高音が出ます、うん、でそれができないってことなので、なんていうのかな、まあやる気に満ちたりとか生命力にあふれてる感じになるんですよね、あの高音を出すっていうのは。それを出したくない、ってことなので、やる気を出したくない、それからなんかの頭で考えすぎてるっていうのもありますね。要はあの明日これやったら疲れちゃうじゃんとか、なんかこうなんかリスクを取りたくないというか、うん、で高音って、まあ、はっきり言ってですね出るんですよみんな普通に、うん、でその人がもうなんていうのかな、こうなんかあんまり効率とか、効率を重視することだったりとか、頭でいろいろブレーキかけたりとかそういうのをやめてうわって出しちゃえば結構出るんですよ、うん、そういうのをこうなんか許可してないってことなので、なんかこう出すのを拒否してるっていうのもありますね、うん、出すこと拒否、してると出なかったりとかします。まあまあ疲れたくないっていうのもありますよね、うん、まあそんな感じですね、だから、まあ、出るんですよ普通に。でここで言ってるのはあの普通にみんなできるんですよって話なんですね。全然できるんだけど、あのこういう思い込みだったりとかそういうこうなんかの考え方だったりとかで、まあ、できなくなってる場合多いよねって感じですね。であとは低音っていうのはあのなんていうのかな、すごいこう低い声の人とかを聞くと、まあ、やっぱりこうなんか大人びてるなみたいなことだったりとか感じますよね、うん、で物理的に言えば低音は脱力してないと出ないです、うん、緊張していると低音は出ません、うん、なので、低音を出すってことはやっぱりこう、緊張感がから解放されている、脱力できている、自分らしくゆったりといられる、まあ、みたいな時に低音っていうのは出るんですね、うん、ってことは逆に言うとそれが出ないってことは子供でいたい、低音落ち着きたくないみたいなね、うん、あとは緊張、何かしら緊張している、常に緊張感がある、うん、なんかこう落ち着けない、うん、なんかざわざわしているとかね、うん、そういうのがありますね。あとはなんか子供でいたい、大人になりたくないみたいなやつでもこう低音が出ません、うん、だから逆にああもう私はこういうふうに生きます、こういうふうな、信念で私は生きますよと、うん、自分らしく生きますよみたいな感じでなんかこう覚悟が決まると低音が出るようになったりとかします。もうこれねいっぱいいる、
いろいろ人の目気にしてたけれども、ないよ、どうでもよかったみたいなね、自分をちゃんと行きますっていうふうに決めたりとかすると急に低音出るようになったりとかするんですよね。まあみたいな感じです。で、喉が閉まる。喉が閉まるっていうのは、息が出てきて、まあ閉まるんですよ。だから喉が緊張するので、細くなってます、喉が。で、喉が細くなるってことは、まあ、要は息ができないわけですね。吸えない、吐けないみたいな感じになってくるんですね。で、声的にも、まあ、なんかこう緊張感がうーっとこうなんか高まっている状態だったりとかするんですね。で、何かというと、言いたいことが言えないと喉が閉まります。普段からなんかこう我慢している、言いたいことが言えない、我慢と、なんだ、喉が閉まります。要はこうなんかいつもなんか人のこうなんかこんなこと言ったら嫌われるんじゃないかなとか、なんか怒られるんじゃないかなとか、そういう感じでこうなんか人のことをこうなんかずっと気にしている。で、本当はこうやりたいんだけどなとかいうのをこう我慢してたりとかすると喉が閉まってきます。で、これが脱力練習とかやってもね、全然治んないですよ。脱力練習とかやればその時は良くなるんですよ。その時は良くなるんだけども、なんか根本的なところの考え方とか、その、なんですかね、こうなんか日常生活の、が変わんないので、治んないですよね、根本的には。で、ずっと喉が閉まる閉まるみたいな話になってくるんですよ。まあ、みたいな感じですね。で、喉が閉まるとやっぱり高音とかも出なくなってきて、で、高音が出ないからっつって頑張るとまた、もっとなんかなんていうのかな、こうこじれてくるっていうか、それで、なんかな、連鎖的にどんどん下手になってきたりとか、下手っていうかな、声が出なくなってきたりとか、まあ、みたいな感じになってくるんですね。まあ、みたいな感じですね。そういうのがすげえあるんですよね。だからこれ逆に言うと、言いたいこと言って、もうなんかもう我慢するのやめましょうだったりとか、なんか言いたいことを言えないんだったら、とりあえず紙にザーってめちゃくちゃ書きまくってみたりとか、なんかこう、誰も聞いてないところとかで、悪態ついてみるとか、まあみたいなね、バーカバーカみたいな感じだったりとか言ってみるとか、そういうことすると、いきなり声がスーって楽に出るようになったりとかするんですよね。面白いみたいな感じです。で、あとは、ビブラート。まあビブラートがかけられないっていうふうに、言うのは、ビブラートってすごい柔軟性だったりとか、こうなんか呼吸だったりとかがすごいこうなんかコントロールできてきたりとか、なんていうのかな、こう生命力に溢れた状態になっていて、かつ柔軟性も高いみたいな感じで、結構テクニック的にも結構難しいというか、難しくはないんですけどね、適切にやればすぐできるんですけど、まあ、難しいって思っちゃう人が多いかなという感じですね。で、こういうのがかけられない人っていうのは、まあ、やっぱり目立ちたくない。なんでかというと、このビブラートがかかってる人、普通にかかってる人って、なんかね、うまく聞こえるんですよ、普通に。なんかこの人うまーみたいな感じだったりとか、かっこいいみたいな感じ、で感じることが多いんですよね。で、そういうのができない。ってことは、目立ちたくない。だとか、自分はかっこよくなってはいけないとか、なんかかっこいいわけがないとか、こんなもんがお似合いですとか、なんか、まあみたいなね。で、子供に強制的にビブラートをかけるっていう技がちょっとあるんですけども、子供が、ね、歌ってるやつに 強制的にビブラートを、なんかかけるっていう、こう技が、なんかあるんですよね。で、それを使ってみると、子供の声ってなんかちょっとこう、やっぱり子供っぽいじゃないですか。なんかこう、ビブラートかかってなくて、ピーっていう声で、で、なんかこう、柔軟性っていうか、そういう感じではないですよね。で、それにビブラートをかけると急に大人っぽくなるんですよ。大人っぽい声になるんですよ。だからそういうのが、ずっとできません。全然できません。かけないのではなくて、かけられませんみたいな人っていうのは、ずっとこう、やっぱ子供でいたいとか、なんかこう、大人びてはいけないとか、自分はこんなもんみたいな感じで、こうなんかこう、ちょっとこう、緊張してたりとか、かっこよくなっちゃいけないとか、なんかそういうこう、思い込みあるよねって感じなんですよね。って感じです。ということでですね、まあ、こういうのがね、すげえ関係してるんですよ。で、まあ、こういうのがこうなんか東洋医学的な感じ、ですね。で、西洋医学的な観点からいけば、まあ、例えば喉が緊張してるんだったら脱力の練習しましょうとか、
じゃあなんで脱力の練習、どういうのが必要かなって言ったら、あ、舌凝ってますねとか、舌が緊張してますね、じゃあ舌の脱力の練習しましょうとか、あ、顎に力入ってますね、じゃあ顎の、顎に力入ってるかどうか分かりますかとかね、うん、顎の力抜くにはこういうふうなコツありますよとかね、うん、喉に力入ってるんだったら、あ、これちょっと凝りがありますねとか、肩こりから来てますねとかだったら、まあ、肩をこうなんか緩めたりとかすると声出しやすくなったりとかっていうのは、まあ確かにあるんですけどあるんですけど、じゃあなんでそれ肩こりになったんですかねとか、なんで喉硬くなってんですかねとか、なんで、うん、舌硬くなってるんですかねとか、なんで、呼吸が浅いんですかねとか、なんかなんでっていう部分ですね、どうしてそうなっちゃったのかなみたいなところに、思いを馳せてみるとですね、なんかね、コロッと良くなったりとかして、しかもで全部関連してるから、なんか全体的にこうなんか良くなる、うん、改善する、まあみたいなことね、すっげえあるんですよ。だから本当こうなんか、うん、まあ例えばこのさっきのの目立ちたくないとかね、うん、って思ってる人が、あの、あ、なんだ別に目立ってもいいんじゃんみたいなね、うん、感じだったりとか、あ、別に自分を素直に普通に出していいんだなみたいな感じで、自分に対して許可が下りたりとかすると、もう地声は鳴るわ、裏声も普通に出るわ、いわゆるミックス的なこうなんかすげえこうなんか張りのある高音みたいなやつも普通に簡単に出るわ、声量も上がるわ、もう音程も良くなるわ、リズムも良くなるわ、なんじゃこりゃみたいな感じのことよくあるんですよ、うん、そういう感じで、あの、単純に対処療法的に、発声をこう直しても、うん、直そうとしてもね、うん、この練習には こういう症状にはこういう練習みたいなことをやっても、まあ、なんかあんま改善しないよねみたいな人とかは、もう本当ね、こういう東洋医学的な見地から、アプローチをしていくっていうのはものすごく、効果的だし、あの、根本的なところから変わってくるので、なんていうのかな、うーん、一個一個の症状を潰していくよりもむちゃくちゃ早いですね、うん、でもってそれが全部つながってくるんで、日常生活も生きやすくなってくる、すごくこう楽に楽しいみたいな感じが普通に湧いてくる、うん、って感じですね、うん、で、まあ歌ももちろん楽に良くなっていくし、人間関係とかもなんか楽になっていくしみたいな感じで、なんか全体的に人生楽しいみたいな感じになっていくなっていう感じですね、うん、そういうのが結構あります。はい、ということでですね、まあ、今日は、東洋医学的な病気の原因っていうものをヒントにしてですね、まあ、発声とはどういうふうな関係をしているのかっていうのをちょっとこうなんか、まあ、語ってみました、うん、でこれすごくか、こういうの、こういう考え方があるよっていうのを知ってるだけでもかなり、参考になると思うので、ぜひですね、まあ、なんか、ヒントになればいいかなというふうに思っています。はい、というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。